答えるときは古畑任三郎の感じで答えるという、はい、非常に辛い問題です。古畑任三郎全然わかんない、やば、古畑できずに終わる可能性出てきたどうも、かまいたちです。さあ本日は、はい、クイズ古畑任三郎。さあ来ましたね。来ましたねとは思ってないんですけど、新企画、新企画っていうか、そのずっと続いていくかのような口ぶりが気になります。やばい、それは今回の受けてどうするかよ、そうなんですけど、まあ、ちょっとやってみましょう。謎解き系のものを、クイズ問題出して、で分かった方が答えるんですけど、答えるときは古畑任三郎の感じで答えるという、はい、ゲームでございます。最後古畑任三郎でした で終わり、で正解か不正解か、古畑のモノマネやってたら楽しいよな。そうやろ、あれは楽しいね。ちょっとやってみましょう、はい、ということでございます。いきましょう、はい。さあ準備できました、はい、それではいきましょうか。よし、最初問題はこちら。被害者が事件直前までしていたことは、被害者が事件直前までしていたことは何なのかというところなんですが、この事件が事件が何の事件かというところにとらわれがちになるところがこの問題のミソです。うまいやん、ミソです上からフライパン、いちご、スプーン、ブロッコリーということなんですが、これはフライパンが5つ、いちごが3つ、スプーンが4つ、ブロッコリーが6つ、共通していることはフライパンの文字数、いちごの文字数、スプーンの文字数、ブロッコリーの文字数がそれぞれに当てはまるということは、フライパンは4つ目はバスト、1号の2つ目はチ、スプーンの1文字目はス、ブロッコリーの2文字はロ、ということはそこの文字を取ればパチスツロとなるわけでございますね。古畑任三郎でしたうーわーすげえ、全然わかんない、やば、なんなん今の古畑味噌ですとか味噌です、やりたい、もっと古畑になりきらなかった。いきます、はい、続いて問題はこちら。被害者の目撃情報を読んでください。1行から2を持って3のように、まずこのマス目を見たときに私ピンときました。これ何かで見たことあるな。これは 9×9 のマス目を見たときに81マスといえば、そう将棋ですね。将棋で言えば 1,2,3 のところにあるのは銀、金、そして飛車ですね。銀行から金を持って飛ぶように出てきたのを見た、これが被害者の目撃情報だと思います。古畑任三郎です。うわこいつほんまの古畑ばりに推理力がすごい。何それ、早っ、古畑できずに終わる可能性出てきた。あなた今裏かぶってスーツ着てるだけ、やばいやばい。第3問ね、おいよ、それは反則やぞお前。真っ二つになった状態で現場に落ちていた証拠品は、うわ、なん、最後分かった、だこれなんだ、でも何かが分かんない。真っ二つになって、嘘やろ。まずこれを見たときに、
と人が思う印象というのは無造作に並んだ丸の点などこういう印象を持つと思うんですが、私がこの文字列を見るときに真っ二つということは、本来あるもののこう真っ二つなのかこう真っ二つなのかそれとも前後に真っ二つなのかを見ました、これは、ここのやつをこう重ねると一つ文字が浮かび上がってきました。重ねると左から R O L E X ロレックスという文字が私には浮かび上がってきました。現場に落ちていた証拠品はそう山内さんあなたの好きなロレックス。うわ腹立つ言いたいそのため方古畑任三郎マジで強い、やばい、むずー。ちょっと待って、古畑させてよ。意味わかんないじゃんこのフォルムで。割と楽しい。全然わかんない。推理も好きやし古畑も好きやから割と楽しい。もうない問題。被害者の死因はどこ。1何ちょっと待って、何や腹立つ。何とか立つ、何とか意味が分かんない。1何何何足す何何イコールクエスチョン。3どこ、4いつ、5なぜ、どういうこと。うわー、なんやこれ、どういうこと、なんや、ちょっとむずいな。むずい。何足す何イコールほにゃらら足すほにゃららイコールはてな、なに、なに、え、わかんない。はてなは死因だ。全くわからない。ヒントもらう。に非常に辛い問題です。なぜこの問題を思いついたのか出題者に問いたいところでございます。まず何、どこ、いつ、なぜ、これに足りないのは誰なのかな。誰、何、どこ、いつ、一個さえ、一個さえ、何一個さえ、どこそれは、いつ、なぜ古畑やね。誰をが足りないのかなと。何、どこ、いつ、なぜ、誰イコール who、 にイコール to、 to プラス who で to、 who が C になったんじゃないんでしょうか。古畑任三郎です。うーわ、ほんまや。いや、一個してたで。しかも松尾の一個さんしてたで。誰死因やからね、母音の逆の方の死因やと思ってそっちで行こうとしてそっちに引っ張られても分からなくてしまいましたね。なんか変な言い訳してる。かわいい友人。変な言い訳してる。山内さん、あなたは一つ重大なミスを犯しましたこの企画をやるにあたって古畑をやりたかったのであれば、もっと簡単な問題をお願いする。腹立つわ。静かな声。なぜそうしなかった。
邪魔なんだよな。よく分かった。せめてもの。キムタクの爆弾魔になった時の邪魔なんだよな。チャンネル登録お願いします。さあということで今回の、はい、クイズ古畑任三郎は私の勝ちでしたね。そうですね、ちょっと違う問題で次お願いします。ちょっと謎謎全くわからない。あともうワンサイズ大きいズラを、うん、頭ちぎれそうなんだよ。強烈に締め付けられてそれで浮かばなかったのかも。ここ今後ついてるから絶対に恐ろしい。その後はいつか消えてなくなります。あれ邪魔なんだよ。決めたくやった。